なんかさ、バックモニターみたいなのがついてるわけ。どこにサイド、いや、まあ、さ、バックモニターもあった方がいい。まあ、中央分離帯すぎたらピピピってなるのがあるさ。ああ、センサーはあるんだね。あれは、でもあれいらんけどなと思いながら。あってもいいけど、うん、はい。普通にサイドミラーを畳みたいな。頻度から言ったらな、うん、サイドミラーの畳みたいよな。10秒前。はい、5秒前。3、2。あの、私、体育の先生に物申したいことがあるんですよ。ほうほう。ね、あの、2学期が昨日終わりまして、うん、で、今日から冬休みなんですけど、うん、まあ、この学期が終わったら良い子の歩み、通知表、うんうん、が開催あるじゃないですか、はいはい、で、体育の成績が4だったのが納得いかないです。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、心です。始まりました、ギノガルフ、はい。なんで納得いかないのかをちゃんと聞いてみましょう。そうです、はい、ここ中学校の頃部活がテニス部だったんですけど、うんうん、その2学期の体育が大体テニスだったんですよ、うん、やった競技っていうんですか。あ、体育授業でもテニスでやった。授業でテニスと、まあ、あと何個かなんですけど、うんうん、そのテニス結構できてたと思うんですよ。まあ、だって部活入ってたし、うん、そうよね。なのに4だったんですよ、うん、で、テニスが全然できない友達がいたんですよ、うん、もうほんとボールも当たんないぐらいの子が5だったんですよ、うんうん、どう思いますこれ。いや、これはあるな、そういう、あるよね、そういうのね。友達に聞いたら、あ、なんでっていう、なんでちょっとあったよね。うんうんうん、なんか納得いかないものがね。今考えると、うん、先生の好みよね。なんか印象だったりね。そう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 、インパクトがちょっと強かったとか。ちょっと思い当たるのが2個ぐらいあって、うん、1個はそのテニスのテストを受けなかったんですよ。どういうことよ。それテニスの大事なテストの日に休んじゃったのと、まず、うん、このサーブのテストするよとか、うん、そういう時に1回休んだのと、でも絶対それカバーできるぐらいの普段からうまさはあったんですよ、絶対。うん、先生にも褒められてたし、うん、テニスは。で、うん、あと1個が、うん、体育の時に、うん、髪の毛を可愛くしすぎちゃってちょっと注意されちゃったんですよ。どういうことですか。髪の毛をちょっとくるくるにして、うん、可愛くしちゃってたから、うん、体育の時は、うん、そんなくるくるでできませんって怒られて、うん、それがもしかしたら、うん、心4です。4ですね。それはどんだけできてても4です。先生は本当に正しい判断をしたかもしれないですね、うん、考慮して4だったと思います。いや、納得できない。絶対5だと思ってたからもうショックで、ショックで。まあでもテストを受けなかったっていうのは大きいよね。そうそうよね。そこですかね、うん、そこです。受けとけばよかった。あとはなんか子供ながらにさ、うん、なんか大人とか先生に点をくれるような態度、こうしたらいいんだろうなとかって考えなかった。あー、なるほどね、うん、その見え方、見せ方みたいな、見せ方みたいな、うん、わかるわかる、うん、はい、そういうのは考えなかった。あらか、でも仲いいんですよ、その先生とも、うん、結構、うん、だけど、けなんかその髪のことでなんこの悪ノリの仲じゃないけど、なんかなんだろう。あ、今日もまた可愛くしてきてみたいな、なんかわかりますわかります。そういうちょっと友達感覚でしょ、ちょっと怒られつつの仲の良さなんで。これ多分心じゃなかったら3ですよ。うん、心だから4にしたんだと思うよ。あともう一個気になったのは、はい、それいつの話だっけ。中学、それ高校、中学、中学違います。今学期ね、今学期、あ、じゃあ今学期の話でしょ。今学期高校生よね。高校生です。高校生は良い子の歩みではないからね。じゃあ思ったからちゃんと言いました。先生も言ってるかもな。また心良い子の歩みって言ってるな。読んだら、うん、だじゃあれ、小学生だけですからね、うん、しかも低学年ぐらいだけじゃないよ。いや、ね、違いますよ。高学年まで良い子の歩みは中学校も絶対良い子の歩み。違うよ、中学生から通知表だよ。だってじゃないと出てこないですよ、うん、中学生で良い子の歩みって書いてないよ。ないと思うな。あれは多分生徒と児童で、児童にやるから小学生だけじゃない、うん、ね、そうだよ。多分そう、分かんないけど、もし分かる方いたら、うん、ぜひ教えていただきたいなと。心ちゃんだけそうだった可能性もあるけどね、うん、良い子の歩みだったって。
みんなは通知表だけど一番心が嫌がるやつ、ね、嫌がるやつ、そうだね、年相に見られたいのに心はもう良い子の歩みでいっかみたいな感じやだまあまあそこがちょっと納得いかなかったってことね、うん、なるほど、わかりました。さあ、もうなんと、はい、今年最後の放送と、はあ、早いね、早いよ、いやいろいろありましたけれども、2023年ももう、うん、間もなくですからね、間もなくですか、クリスマスも昨日終わりまして、26日、はい、じゃあ普段通りいきますか、はい、はい、この1週間何があったのかなのこの、じゃあヤさんから、はい、はい、まあうちの息子の話なんですけど、中1の息子、うん、24日かな、クリスマスイブの日に、まあ、あのうちにツリー飾ってるんですけど、うん、ツリーの前にあの本をなんかね並べてたのよ。これどういう本の並べ方かっていうと、並べ方かっていうと、なんかドミノ倒しみたいにやってて、で、まあここの前を一番先頭を倒すとどん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 って倒れていって、うん、ちょっとツリーまで引っかかるみたいな、うんうん、なんかそういうことを、まあ、やってて、まあ、特に僕は気にしなかったっていうか、うん、まあまあいつもの、まあ、息子らしいなっていうか、遊びでなんかまたなんかやってるんだろうなと思って、うん、で次の日の朝、うん、まあ、朝ごはん食べてる時に息子がずっとちょっとまあ歯磨きながらなんかそのドミノ倒しで並べてた本を見てたんですよ、うん、で何も変わりないなみたいな、うん、でその後に僕気づいたんですけど、うん、息子はこれもしかしたらサンタさんがツリーの前通ったらその罠というか、うん、そこに足を引っ掛けて何か倒れるかもしれない、うん、だけど何も音沙汰ないというか、うん、倒れてないから、うん、あ、ないんだみたいな感じで見てたんじゃないか、うん、いや多分そうじゃないですかと思いまして、かわいい、ね、うん、かわいいと思って、うん、まあ、その後、まあ、家族からちょっとそのプレゼントあったんですけど、うん、まあ、伊波家にはそれで1日遅れのサンタさんがちょっとツリーに届けてくれたっていう話が、うん、でちゃんとそのドミノ倒しの、まあ、その本もちゃんと倒れてました学校から帰ってきたらちゃんと倒れてました。なるほど、はい、そうですか、ちょっと遅れてきちゃった、遅れてきちゃったっていうところなんですけ ど、 なるほど、ちなみになんですよ、うん、息子さん今おいくつでした？中1なんですよ。なるほど、うん、いいですね。もうそれで、うん、そうそう、その前の日に、うん、まあ、お父さんこれ絶対今倒さないでよ、うんうん、写真もこれ撮ってるからさって、うん、倒れる前の写真、うん、だからなんかちょっとでも動かしたら分かるから、うん、何もお父さん触らないでよって念押ししてたのも後々なって、あ、なるほど、そういうことかと、うん、いうことに気づいたっていう、うん、はい、もうなんかこりしましたね、なんか。そうね、うんうん、いや息子らしいね、息子らしい、いやいや今までの色何回か話聞いてるからさ、はいはいはい、純粋ね純粋なんですよねなあ、中1でここまでってすごいな、すごい、びっくりですよね。まあそうそう、純粋なんですよ、うん、とっても、うん、そうか、いやなんか本当になんか純粋に楽しんでたりとかさ、うん、そういう感じよね、うんうん、うん、そうなんです、うん、で慌てんぼうのサンタクロースがその後行ったんですけどね、うち、ん、に来たんですけどね、うん、慌てんぼうは早く来るんですよ。あ、そうなんですね、うん、遅く来たんでしょ。あ、そうですね、はい、寝坊したサンタクロースが、まあ、忙しかったから、はいはい、忙しかったから年末は、はい、っていうことなんですが、はい、いやなんかほっこりした、ほっこりしましたね、ちょっとわーっと思って、はい、なるほど、はい、以上でよろしいでしょうか、はい、なるほど、はい、じゃあ続いて僕なんですけど、この間 OBP のライブ行きまして、はいはい、はい、あれ何曜日だったかな、土曜日か、土曜日です、私服ライブの時ですね。そう、私服ライブの時に、見に行きまして、うん、はい、珍しく機長さんいないなと思いながら、うんうん、そうそう、なんか次の日来てたんでしょね、そうね、行ったんですけど、うん、そしたらまあ
なかなか普段ねみんな衣装なんですけど、うん、それぞれ私服の感じもなんか可愛らしくて、うん、なかなか見ない感じで、はいはい、そうそう、心はなんか肩も出してまして、あら肩出してた、肩も出しちゃって、肩出してもうなんか可愛らしいのと大人っぽいのと両方4、これが4に別に誰も成績は出してない、ね、先生もそれ見てないから、見てないから、あ、それ見て4だなって言わないから、はいはい、ステージの時はむしろ出していいから体育の時はダメですよ。あ、そうですね、はい、そうそう、いやだからそういう感じでやってたんですけど、うん、一つ気づいたことがありまして、はいはい、一番最後の曲が多分また明日だっけ、うん、です、です、うん、そうよね、一番最後そうだったよね、はい、うん、の時の決めポーズあるじゃないですか。あ、はい、最後ですかね、最後の手を上に上げてくばーってやるやつ、え、あのやつ、あれ心めちゃめちゃいい形してました。あ、本当ですか、うん、あっちがここ一番下手くそで、うん、めっちゃ練習したんです、うん、メンバーにも教えてもらって何回も。前とちょっと変わったでしょ、腰の入れ方変わりました。そうそうそう、ちょっとクッてしてこうってやって、メンバーの中で一番綺麗でした。あ、本当ですか、嬉しい、うん、本当。だからそれをなんかちょっと成長したなと思って、うん、すぐ気づいたから、めっちゃそこ苦手だったんで練習しまくってしまくって、で動画撮ってたのを、うん、あの動画止めてまたスクショして俺インスタに上げたんですけど、あの形すごい良かった。はい、本当ですか、んですよ、嬉しいです。それが印象的で、こう手を上げる、そうそう、最後に、うん、やるんですけど、誰よりもなんかいい感じで上がってまして、そうそうそう、思わずなんか止めてスクショしてインスタに上げたっていう感じなんですけどね。5ですか、あれは5ですね。わー、やったー、うん、また明日5です、やったあと僕その後全員でチェキを、あー、そうなんですね、うんうん、はいはい、来てました、全員にチェキをまた取りに行ったんですよ、はい、恒例ので、いろいろこう喋っていくんですけど、あれでしたね、僕の時あの全員に1回行ったんですけど、最後は心行こうと思ってたら、僕の後ろ3人ぐらい心で、はいはい、心渋滞ができてました。あら、大人気で、だからなんか大人気でしたね、あの手の伸びが手の伸びが良かったんですかね、良かったんですかね、うん、それで心の方に、うん、みんな肩に吊られてましたねこの肩出しのところに、簡単だな、みんな簡単だな、そうそう、あ、心人気なんだと思って、うん、もうギノガルフのね、うちの心はね、いや、まあそれはね、その当然だなと思って見てましたけど、うん、あともう一個気づいたのは、はい、キララと写真、はい、のチェキ撮った時に、うんうん、キララちょっと動き違うよねっつったら、え、どこがですかっつって、いや、スイーツ彼氏の時もちょっと違うよねっつったら、わからないです、え、違うよねっつったら怖いです、めっちゃ、嘘、一人だけ振り違くなかったって言われてるみたいで、いや違うのよ動きが一個、どう違うの、いや言いたいのは分かりますよ、分かる分かるけど、うん、多分すり言われたら怖くなりますね、なんか注意してるみたいな感じになる、うん、間違ってたよみたいな、ま、間違ってたじゃん、違いますよね、同じ方ってことですよね、そう、同じ形なんだけどちょっと個性があるよねっていう、言いましょうか、どう違うか、うんうん、最後だから年末だから言っていい、うん、細かいところ、こうしてこうしてこうしてこうじゃないですか、うんうん、全然ラジオじゃないな全然ラジオじゃないな、そうだね、カンナさん、ラジオスターのカンナさんがこうしてこうしてこうしてこう、俺もツイキャスに慣れすぎたかもしれないこうしてこうしてこうして、ね、手を大きく回して、2回ぐらいこうガッツポーズみたいなのをして、そのまま右上に伸ばすみたいな動きがあるんですけど、はい、キララだけこう回してクンクンって下げてると肩入れてこうなんですよ、わかります、うん、違い、あ、言いたいの分かります、ね、うん、これやってるの、ここ、あ、ここじゃない、キララだけで、なるほど、あれが面白いなと思って本人に言ったら全然気づいてないらしい、ああ、オリジナルで、まあ、そういう動きにも、そうそう、みんなと同じやですよって言ってるけど、レンレンとキーラは特にな感じがします、ね、あ、そうなん、レンレンもそうなん、レンレンも癖がある感じで面白いです、めっちゃ、なるほど、いやだから僕この肩がこう入るのが楽しくてそこ撮ってたらそのスイーツ彼氏の動画だけ動画ボタンを押してなくて、うん、撮れてなかったです、あ、だからまた来月もどこかで行きたいなと、うん、冬はたくさんやると思いますよ、スイーツ彼氏、なんか
月1ぐらいは行けたらいいなと思って。嬉しいです、ありがとうございます、はい、ということでまた前に行ったらしっかり動画も撮ってあげたいなと思っておりますが、はい、あの楽しいライブでした。じゃあ続いてここで行きましょう。はい、はい、ここはクリスマス楽しかったなって話なんですけど、はい、びっくりした、終わるんかなと思ったクリスマス楽しかったな以上ですイブがまずライブがあったじゃないですか、うん、で、まあ、メンバーとも会えてファンの皆さんとも会えて、うん、めっちゃ充実してましたし、うん、でクリスマス当日はね大好きな友達と一緒に過ごせて、うん、なんかなんだろう、めっちゃ楽しかったです どう過ごすの、その友達、ここたちは、うん、チキン食べたりケーキ食べたり、うん、あの当日はそうして過ごしてました、うん、なんか友達とか映画見に行ったりって人も多かったんですけど、うん、なんかゆっくり過ごそっかってなって、うん、あの部屋で一緒にケーキ食べたりチキン食べたりしながら部屋で、へえ、なんかね高校生ぐらいだとやっぱわーって行きそうな、まあちょっとねイベントだったりとかなんとかもね、うん、するけど、ありそうです、まあ、でもそれはそれでいいよね、うん、なんか友達とね、これぐらい大人になるとなんかやっぱサンタさんお楽しみってより、ごめんちょっと聞き捨てならなかったんだけど、うん、もう一回ね、だからこれぐらい大人になったら、うん、サンタさんっていうよりやっぱりこの友達との遊びの方が楽しみになってくるじゃないですか、良い子のサンタ、良い子良い子のクリスマスがですよねいやいいと思います、そうそう、良い子のクリスマスはなんか言ってくれないと俺すごい今悪くすんごい怒ってるじゃん今いやいやでもそうよ、だんだんそういう風にゆっくり過ごすのも楽しくなってくるからね、うんうん、めっちゃ楽しかったです、うん、全然いいと思います、いいクリスマスでした。来年は忙しいかもしれないから、もしかしたら高3ってだから、そうよ、卒業に向けて多分いろいろ準備やったり、ね、うん、そうかそうか、そうだよね、忙しいと思うんで、じゃあある意味今年はもうゆっくり楽しめた、うん、ゆっくりめっちゃいいクリスマスでした、うん、あ、よかったと思います。はい、じゃあ、ツイキャス、はい、拾っていきましょうか。はい、ポンポンラブリーさん、こんばんは、冬宣言ありがとうございます。はい、あ、もうしたんですね冬宣言。あのちょっと悩んだんですけど、うん、3日4日寒いのが続いたんで、はいはい、じゃあその日の朝にやろうと思って。あ、そうなんですね。心知らないかもしれないけど、僕が冬ですって言ったら冬なんですよちょっと止まってますけど、フリーズしてますけど、はい、え、すごい、もっと細かく言うと、前の番組でやってたんですけど、冬が始まるよって、あれ、どこ行ってました、冬ですよって。あの、まあ、今回ツイッターインスタでやったんだけど、うん、冬が始まるよって言った時点から沖縄冬という風にしてる。沖縄の季節はカンナさんが決める、そう決めてるんです、冬を告げる人になってて、うん、ですね、だから僕が冬が始まるよって言ったらいいねが100超えるんですよすごい、そうそう、毎年ね、やっと始まったんですね、今年も。そうそうそう、今年はちょっと早めに。あ、なるほど、はい、でも今日からまたしばらく暖かくなるらしい、ね、今日は暖かいですね、うん、年越しも暖かいらしいですよ。あとじゅんじゅんさんも来てますね。はい、こんばんは、こんばんは、まことさん、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、いとっちさん、こんばんは、こんばんは、にせかべさん、皆さんこんばんは、こんばんは、 MJ さん、かなさん、やさん、こころちゃん、こんばんは、こんばんは、しげさん、かなさん、やさん、こんばんはです、こんばんは、かわいいこころちゃん、こんばんは、こんばんは、年内最高の放送ですね、はい、そうですね、沖縄大好きさん、こんばんは、こんばんは、ナルトラさん、お疲れ様です、あっという間の今年最後の放送ですね、ほんと ねあっという間でしたね、ヤンポーさん、はじめましてですということで、はい、こんばんは、こんばんは、コンコンやっていますか、席ってことかな、あ、お席ってことなのかな、うん、はい、ありがとうございます、あ、あ、コンコン、あ、ノックのこと、何の話急にね、ごめんごめん、ちょっと今、うん、もう飛んでます。誠さん、今ググってみたらびっくり、良い子の歩みっていうの沖縄だけ、みたい、あ、そうなんですね、そうなんだ、良い子の歩みが、あ、もう小学校から通知表なんだ、他のところは、ですか、いやいや、もう僕らも良い子の歩みで通じますよ、やっぱあれ沖縄だけなのみたいね、そうなんだ、沖縄の小学校だけで言うと、先生あのねは、先生あのね、何それ、あ、先生あのね知りません、
小学校の時に、うん、なんかその、ま、一日の出来事を、うん、まあ、日記みたいに書いて先生に提出するんですけど、うん、それ先生あのねって言ってました。それは宜野湾のどこの話ですか。いや宜野湾っていうか、まあ、あの小学校あの付属小でしたね。いや付属小だけじゃないですか。あ、そうなんだ、うん、一般的だと思ってた。いやいや聞いたことないです。ないよね、うん、先生あのねないですよね。ね、あ、聞いてない。盛り上がって聞いてないから大丈夫です。先生さんも私も先生あのねだった。あ、先生あのね、やっぱ地域によってはあるんだ。心渋滞ありますってチェキの時やっぱあるんだね。タカボさん来てます。こんばんは。はい、こんばんは。シゲさん、カナさん、そろそろツーショットでチェキをということで、いや、ボンも良ければいつでも。チェッカーズ無双さん、こんばんは。はい、こんばんは。ニーヌマッケンジーさん、カナサイさん、心こんばんは。こんばんは。コッシスさん、こんばんは。こんばんは。アスくん来てます。カナサイさん、コロちゃん、はいさい。はいたい。あ、井上尚弥勝ったんだ。10ラウンド、あ、結構かかりましたね。でも KO 勝ち、さすがです。はい、あ、そうね、やっぱ先生あのねだったってね、ね、ありますね。地域、チェッカーズ無双さんは小学校どこだったの、ちょっと後で教えてほしいですね。はい、さあということで、今日はですね、今年最後の放送ということで、はい、毎年恒例ギノガルフインパクト大賞2023をお届けいたします。我々が選んだ今年の名場面、珍場面、はい、はい、振り返っていきたいと思いますので、最後まで、お楽しみください。では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。こんばんは、 OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれ、なんだっけ、かなさん、ギノガルフです。そう、ギノガルフ生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか。え、なんかって何ですか。時間ないのでもういいです。ギノガルフ聞いてください。心さん、バッチリです。リサーワンチューちゃん、宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないない、こんな、だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。僕らの年は知ってます。いや、僕とカンナさん、わかんないです。じゃあこれ当ててもらいましょうか。カンナさんが、うん、34、うん、34、はい、で、伊波さんが48。48、いいよいいよ。え、さっきのさっきのドア玉のとこ34と48が変わってたの。そんなことある。ギノガルフ、今 CM 中に、うん、僕飲み物がないことに気づいて、はい、お願いしますってリスナーさんに言ったら、うん、機長さんが信じられないスピードで買ってきてくれました、うん、めちゃめちゃ早かったですね。めちゃめちゃ早かった。コーナー曲がる時がすごい、うん、ちょっと斜めになってました、ね、あれはプロの技ですね。そうですね、うん、ありがとうございました。はい、さあ、ここからグッドフィールドグループからのお知らせ、今日はあの僕がご紹介いたします。お願いします。はい、今日は三重浦添パルコシティ2階にあるアクセサリーショップエポックゲートをご紹介します。当店ではアクセサリーはもちろん、バッグ、財布、時計といったいつもの装いにプラスアンを提案する雑貨屋さんです。定番アイテムからトレンド商品まで幅広く取り揃えているので、あなたのお気に入りがきっと見つかる。ワクワクウキウキが止まらない、そんなお店ですので、パルコシティにお越しの際にはぜひ店頭を覗いてみてください。ふと気がつけば今年も残すところあと少し。当店では12月26日本日から、ウィンターセールを開催しています。対象商品がレジにて 40% オフとなっています。人気のヘアアクセサリーからネックレスやリングなどの使いやすいアイテムまで幅広くご用意しています。またずっと人気だったファーやマットカラーのバンスクリップも今回のセールの対象になっています。冬のコーディネートに加えてみませんか。
また年明け1月1日からはハッピーバッグも販売いたします。毎年大人気のハッピーバッグ、今年はアクセサリーとヘアアイテムが合計8点入って税込み2200円、1万2000円相当の商品のため大変お買い得となっています。さらに購入した方には次のお買い物で使える500円割引クーポンもついてきます。ハッピーバッグは数に限りがあるため、ぜひお正月はエポックゲートパルコシティ店へ遊びに来てください。そしてエポックゲートパルコシティ店では成人式用のアクセサリーもたくさん取り揃えています。メタルリーフやパールデザインのヘアアクセはもちろんのこと、ドライフラワーや水引き、ワイヤー、今大人気のリボンなどなど、カラーやデザインも豊富です。晴れの日に華やかに彩るアイテムを身につけて素敵な門出にしましょう。またエポックゲート浦添パルコシティ店では私たちと一緒に働く仲間を大募集しています。アクセサリーが好きな方はもちろん、ヘアアレンジに興味がある方、おしゃれを磨きたい方など、私たちと一緒に働いてみませんか。経験者も未経験者も大歓迎です。現在活躍しているスタッフも未経験からのスタートしていますので、安心して働けますよ。勤務日数、時間帯などもご相談に乗りますので、興味がある方はエポックゲート店頭スタッフ、または電話 098-988-8480 番、 098-988-8480 番までお気軽にお問い合わせください。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちいたしております。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。ということで、今日は三重浦添パルコシティ2階にありますアクセサリーショップエボックゲートのご紹介ということで、ウィンターセール今日から始まったということです、はい、対象商品レジにて 40% オフということです。ヘアアクセサリーから、まあ、ネックレス、リングなど使いやすいアイテムも多数ありますよ。そして、1月1日からハッピーバッグも販売、アクセサリーとヘアアイテムが合計8点入ってなんと2200円、うん、1万2000円相当が2200円ですから、すごいね、これはお買い得ですね、うん、さらには、次のお買い物から使える500円割引クーポンもついてくるということで、ぜひ皆さん、早めにチェックしていただければと思います。あとはもう成人式用の、ね、アクセサリーも、はい、早めにゲットしてみてはいかがでしょうか。ということで、以上グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、じゃあ続いてお知らせいきましょうか。じゃあ心、はい、はい、お願いします。私が所属している OBP の今年最後のライブが12月30日に那覇のサイバーボックスさんにてあります。10時からの会場です。スペシャルな内容になっているので、ぜひ見に来てください。お願いします。そして、うん、好評だったニューアールローラー撮影会が来年も開催されます。はい、1月14日に開催なのですが、もう実はもうありがたいことに売り切れになってまして、うん、多いよね、ありがとうございます。でまた今後も開催予定しているので、うん、ニューアルローラ撮影会の SNS をチェックしていてください。お願いします、はい、前にも言いましたけど、やっぱこの作品としてね残るっていうのはいいですよね、うんうんうん、いろんなこうねその人とのこうやり取りで綺麗な形が残っていくっていうのはね、うん、はい、ぜひまた今回もじゃあ埋まったということね。今回も埋まったんですけど、完売したね、また定期的にやるみたいなんで、うん、なるほど、じゃあチェックしといてもらえれば、ね、細かくチェックよろしくお願いします、はい、お願いします。矢さん何かありますか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、僕も何かあったかな。あ、じゃあいいですか。はい、どうぞ。まあ前にギノガルフでも言ってた2月、7日から3週連続で雨割り、ドラマ雨割りやるんですけど、はい、それに伴ってといいますか、うん、1月まず1日2日3日で、うん、その琉球歴史ドラマの第1弾の、うん、昭和史が再放送で5時からやりますので、ぜひそちらご覧になってください。正月でね、昭和史がキャン君が出てるやつだっけ、まあ、ちょっとだけどっかにいるっていうことで、はいはい、探してみてください、まあ、それ第1弾で、また第2弾の荘園をまた再放送でいきますので、うん、はい、ぜひご覧になってください、はい、そして、まあ、番組からのお知らせということで、引き続きスポンサーを募集しております。一月1万円からということで、一社また新しく、はい、決まっておりまして、はい、まあ、ちょっと期間はね、まあ、これから相談なんですけど、うん、1月からまた新しい CM が、
流れますので、またそのね、お店の方も一度スタジオにお呼びして、はい、いろいろお話も聞きたいなと思っております。結構県外の方、まあ、県内ももちろんですけど県外の方にも聞かれる番組ですので、もしよろしければ、僕のSNS 等にぜひ、連絡いただければと思います。一月1万円からということで、ぜひよろしくお願いいたします。現在ギノガルフスポンサー募集中というお知らせでした。さあ、はい、曲はリクエストいったんだよね。はい、言いました。はい、OK、はい、じゃあ一曲いきましょうか。今日心のリクエスト、ね、はい、はい、じゃあ曲紹介お願いします。それではお聴きください。 OBP でホラを入れよう。そうだな、そうだな。なん、何の役なんかこう、農民、農民の役、農民の役。僕は農民とかそういうのもやってるんですけど、一、うん、個だけ衣装つけてパッとやったのもあります。あ、そうなんですね。どこかにいるとか、はい、結構お高い衣装着させてもらっちゃうところ。番組の存続がスポンサーしてたです。本当わかります。いや、まあ、大事ですよ。本当にありがたい、ありがたいことです。はい、チェッカーズ武装さん、うん、見なきゃ。まずが小橋、ね。小橋やって、小園をやって、アマをね。という流れになりますので。楽しみですね。あ、チェッカーズ武装さん、那覇も八重瀬も先生あの根でした。ほら、いやいやいや、場所、やっぱ学校によるんじゃない、はい、学校によるかもしれない。なかったでしょ。なかったです。うん、日記はなかったのじゃ。日記もなかったです。ないないない。え、日記ないんだ。城西小学校でしたけどなかったですよ。うん。島尻学年ないです。ない。そう、先生あのねっていうことはないです。頑張りノートありましたか。あ、頑張りノートはだってもう世代世代的にね、うん、あるわけね。だからそのブースの最初が先生あのね。今日なんとかなんとかがあったんですみたいな。ないないない。頑張りノートもないからね、俺らの時代はね。何してた？あ、本で。意思決定家まで帰ってた。あ、意思決定。それはおるの。あ、頑張りノートって今夢叶うノートになってる。言い方また変わったんだ。頑張りノート嫌でもやらなかったです。靴のつま先とかすり減りあんかった石とかもうそっち消えてるから記憶がないです。もう草履とかさ、もう俺も石ばっか蹴ってたから、うん、石蹴って家まで帰れたら100万円勝手に自分で思おうと何してるか分からないと思うけど、なんかいいことが起きるとかと思う。ちょっと平べったい石の右端蹴ってちょっとカーブみたいにしてなんか都合戻ってくるみたい な石とかちょっとした空き缶とか何かしらを蹴ってな。まあ、やらないよね、今はね。今はもう、普通のこと考えたらやらない。そうそうやな。まあ、危ないしな、普通に。チェッカーズの総さん、俺はブロック塀に登ってました。登る登る。ガンガン登る。僕は速攻の中入って探検しました。ああ、それもやるね。やる。ちなみにチェッカーズの総さん、女性ですから。ああ、そうですね。今、休み時間、伸び伸びタイム。伸び伸びタイムっていうの？伸び伸び。あ、飲み飲みタイム、ジュース水分補給するの。あ、そういうのがもうその時間が確保されてるってこと。いや、あの休み時間の飲み1時間目の休み時間とかじゃなくて飲み飲みタイムっていうらしいです。あ、休み時間って言い方じゃないんだ、うん、あ、そうなんだ。じゃあ水分補給ちゃんとしてよっていう意識づけばなるほどね。はい、では曲間もなくです。あと30秒。はい、じゃあマイクかけます。
以上おかけした曲は OBP でホラーを入れよでした。あの今曲の最中にちょっと学校の話になったんですけど、はい、まずチェッカーズ無双さんが那覇も八重瀬も先生あのねでした。でもありますよね、やっぱ学校によってはあるという、あるんですよ、ね、先生あのねから文章が始まるんですけど、でもう一つ今あの頑張りノート、うん、頑張りノートってまあ何年か前からね、はいはい、ありましたけど、今頑張りノートは夢叶うノートになってます。へえ、まあ、ちょっとずつ変わってくるんですけど、今、ね、ただ我々が一番驚いたのは今心が言ったんですけど、うん、あの休み時間のことのみのみタイムっていうらしいです、うんうん、今休み時間って言わないんです、のみのみタイム、これは水分補給ってことか、うん、多分そういうことだと思います、水分補給してねの、うん、これは1時間あ1校締め2校締め3校締めの全部のみのみタイ ム、すげえ飲むな、すごいねそんなには飲んでなかったですけどね、放課後とかヘベレケじゃないもんお酒飲みのみじゃないけどな、響きだけで、うん、まあでもそのぐらい今暑いからね、あの夏とかね、うん、水分を給意識しましょうってことなんでしょうね、はい、じゃあ、進めていきましょうか、はい、ギノガルフインパクト大賞、さあ今年もやってまいりました。ギノガルフはこの1年いろんなことがありました、はい、そして2023年最後の放送となるこの日、今年のギノガルフで一番インパクトがあったインパクト大賞を決定していこうということです。まあ我々3人が選んだ作品をそれぞれ紹介していこうということなんですけれども、はい、まあ心も途中からね、はい、9月からかレギュラーになったんですけれども、まあ、あの総括して今年1年ということでいろいろ振り返っていきたいと思います、うん、じゃあもう早速いきましょうか、ノミネート作品、そうですね、あとこの大賞を決めるのはリスナーの皆さんなので、はい、うん、ちょっと聞いていて、またこれが一番っていうのを後で、うん、募ったらツイキャスとかで ねコメントいただければと思いますので、ます、はい、とりあえずみんないきますか、うん、作品を聞いてからですね、はい、じゃあまずは心が選んだ、あ、まあ、それぞれ2つずつ、我々選んで、ね、2作品ずつ、はい、選んでいきます。じゃあ心が選んだ1つ目いきましょうか、お願いします。はい、まずは5月16日の放送でタイトルは1週間です。1週間、1週間、日曜日から、そういうことか、土曜日を英語で、あ、なるほどなるほど、言っていただきたいと思います。キャン君ちょっと薄いエコー、うん、ジェニーウェリー、ジェニーウェリー、フェビレリー、フェビレリーマーチ、あ、待って待って待って、1週間待って、いや、エイプロ、あ、待って、エイプロ、エイプロン、エイプロジュン、ジュン、ジュライ、ジュライ、オーガスト、さすがです待って、なんだっけ、これ、心聞いた時はどうだったんですか、あの、なんだろう、あつきさんがこの1週間の英語がちょっとあれのことは分かってたんですよ、あれのことは、だけど、あの、やっぱね、あつきは1週間ちょっとあれだなっては思ってたんですねあの、やっぱり一緒にラジオ出ることとかも多くて、あの、まあ、そのたんびに、あの、聞かれてるから、隣でも聞いてて分かってたんですけど、この日の放送が特に、何もかすってないっていういや、たまに教えるときはあったんですよたまに欲しい時はあったんですよ、あ、ちょっとぽいな、あ、近い近いって時はあったんですけど、うんうんうん、三角でもないからな、何もかすってないっていういつもかすってないもんね、全部枠の外行ってるもんね、一番的があってなあれでしたうな、いやでも本当厚木がでもすごいのはこれを瞬時に言うって、そうですね、いうことですよね、そうだね、うん、そうだね、確かに、うん、間がなく言えるっていうのは、うん、素晴らしいことですね、うんうん、はい、じゃあこれが、1つ目、1つ目か、はい、はい、じゃあ2つ目いきましょうか、これ矢さんから、はい、はい、まあ、僕が選んだのは心が最初にサイコロトークをした時の、うん、まあ、1つなんですけど、これはちょっと僕の中でちょっとグッときたというか、はい、グッときた、うん、なんか驚いたというか、はい、まあその、回です、9月12日で魔法の言葉です。例えばこの、あー失恋しちゃった、もう、はあ、もうダメだ、でもこの魔法の言葉を言えば、うん、もうどうでもいいやってなるんです。あ、もうなるぐらい、そのとか、まあ、話が例えばまとまらなくて、うん、ごちゃごちゃしちゃった時に、うん、この魔法の言葉を言えば、うん、もう全部まとまるんですよ。お、
すごい言葉ですね。本当魔法の言葉だ。魔法のその言葉を教えていただけるってことです。そのはい、はい、その魔法の言葉は、はい、もう心可愛いしどうでもいいか。行った後のがいいですよ。まだ含めてってことですね。いやこれ聞いた時に あの度胸あるなと思いましたね。そうなんですよ、うん、度胸あるなって。もうこれで、うん、なんかあのコロちゃんのこの人柄っていうかね、性格というか、うん、なんか強さというか、うん、なんか全てがなんか分かったような、うん、なのサイコロトークのお題でしたね。 そうですね、うん、あれは行った時はどういう気持ちで行ってたんですか。どういう気持ちというか、みんなに使ってほしいなみたいな、うん、なるほど、みんなでもっと広めてほしいなってこと。なるほど。いやいや、でもこれは確かに記憶に残ってるね。そうですね、インパクトありましたね、うん、あ、なるほど、わ、うん、かりました、はい、じゃあ続いて僕も行きましょうかね。はい、はい、僕はですね4月11日放送ですね、うん、タイトル、ペイペイ、ニルマッケージーさん、ペイペイアド教えます。でもこれも今わかる、うん、喉かわかる、ペイペイ、うん、一応取りました。本当深くは知らないんですよ。ペイペイがあったら、うん、もう例えば送金とかで銀行とかじゃなくて、うんうんうん、その場で送れるの。おお、なんか赤外線みたいな。違う違うか送れる。あれか、バーコードか。お前いいな、やっぱりな。赤外線通信なんて、お前さすがのどこ。さすがですよね、うん、もうペイペイを赤外線通信で購入するっていう。これ前ちらっと言ったけど、赤外通信ってやったことないんだっけ、心は。ギリギリ、うん、小学校の頃あったかないかぐらい。そうだよな、うん、赤外線通信ガラケーであったものですもんね。そう、赤外線、ね、通信でお金は送りたくないよね。そうよね、不安でしょうがない、ね、不安だよね。あんな不安定なものでね、ね、あのアドレス交換するだけでもなかなか、うん、こううまくやり取りできなかったのに、チェッカーズ小僧さん、いい、ね、あーきっとアンテナ伸ばして振ってるなってことで。我々の世代ですね。ペーペーからな、はい、ということで3つ目の作品は、のどかのペイペイでした、はい、これ4月11日なんですね、はいはい、ちょうどね、はい、エアさんがお休みの時だったんですけど、はい、はいはい、じゃあどんどん作品紹介していきましょうか。じゃあ続いては4つ目、大丈夫、心大丈夫です。うん、怒ってる？怒ってるの、なんか。どうぞ。どうぞじゃない、心の番組です。どうぞじゃないよ。はい、そんなに通知読んだったのが嫌だったのが、思い出し、思い出し怒りみたいなのが。引きずってるんですね、もうね。もう放送だからね、やっていきましょう。じゃあ、4つ目ですね。はい、はい、心のノミネート作品、2つ目、じゃあ紹介お願いします。6月20日の放送で、タイトルは、マイメロです。じゃあ、いやさんによります、マイメロお願いします。さっきのカレンのちょっとね、参考にしながら。そうね、じゃあ次のブロックお願いします。桃太郎と犬が歩いていくと、猿がやってきて、桃太郎さん、袋の中に何が入ってるんだい。日本一のきびだんごだよ。僕に一つくれれば音もします。猿は桃太郎から一つ団子をもらい、嫌いになりました。ギノガルフをお届けしております。ここもさっきのイハさんと一緒で、うん、あの度胸すごいなみたいな。いやだってゲームだから。違います、ゲームでそれが当たったからもうしょうがないじゃん。やるしかないじゃん。自分がやったわけじゃないから。そうなんですけど、あれじゃないですか、一応ちょっと似てないじゃないですか。似てない。だけど、うん、もう前メロになりきってるじゃないですか。ここはそれができないんです、モノマネの時に。あ、モノマネ苦手っつって。モノマネ苦手なんです。ここまで振り切れないんですよ、こんな苦手な、いやでも、ね、知らないキャラクターに。放送とかラジオはもうバカになるところなんで、うん、あれはでも伊波さんね、うん、てか正解が分からないもんね。そうなん、前メロ知らないもんな。知らないんですけど、俺最初やりだした時濃いめだ言うかなと思いました。最後にチクショーって言うのかなと思いましたけど。確かに、うん、
いや、まあ、でも、あの度胸がすごかったっ。度胸すごい大将です。そんなつもりじゃないんですよ、こっちは。なるほどね、はい。いやいや、いいと思います。タイトルなんだっけ、これ。あ、マイメロ。マイメロね。マイメロね。わかりました。はい、はい、じゃあ続いて、矢作さん行きましょうか。2つ目ですね。はい。はい、じゃあ、お願いします。これは、まあ、カレンのことなんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこの作品にはカレンの言葉は入ってないんですけど、うん、まあ、実はあの7月4日に重大発表というコーナーやって、うん、あの心がリノガルフを卒業しますと。心ですか？カレン心を卒業させるな。カレンがね、失礼しました。カレンが、はいはい、リノガルフを卒業しますで、うん、重大発表した回なんですけど、はいはい、その後に発覚した新事実です。はいはいはい、先週のギノガルフの放送で、うん、重大発表ありますよって言ってたじゃないですか。はいはいはい、放送終わった後に、うん、カレンが、うん、来週発表する重大発表って何ですかって聞いてました。はやお前ちゃんと打ち合わせしただろ。ヤさん、カナさんが言ってた重大発表って何ですかって先週言ってました。俺あんまり沖縄っぽい喋りしないけど、はやすげえな。すごいよ。彼女のことなのに、そうそう、その重大発表をやりますよと前の週にね打ち合わせするんですよ。うん、そうそうそう。はい。じゃあ、いや、あの重大発表この日なんか言おうなみたいな、そう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 、ちょっと何週間前にね、そう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 、決めてて。でその1週前に、うんうん、来週じゃあ重大発表がありますと。でそういう感じでね、うん、ギノガルフ卒業のことを言おうかとカレンに、ね、話した最後らへんから、その重大発表っていう形、うん、じゃあ来週のコーナーは重大発表でって言った後に、うん、重大発表って何ですかお前のことだよっていう、ね、そう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 、それがずっと残ってるんですよね、すカレンの。すごいよね。はい、すごいですね。ひょっとしたらあの彼にとって重大じゃなかったかもしれない。そうかもしれないですね。うん、なんか普通の、うん、あのオープニングトークみたいなぐらいの感覚だった。軽いな。そのぐらい軽いだったから。そうだったかもしれないですね。2年2ヶ月やったけどな。はい、はい、じゃあ重大発表、重大発表で。はい、わかりました。じゃあ、ノミネート最後の作品ですね。はい、じゃあ僕が選びました3月7日、放送です。タイトル、WBC、あつき行きましょう。 WBC の略、お願いします。ウィークリーベスト、ベストチャット、チャット。さすがあつき先生、あなたの先生やばい、うん、私の方が自信ある、さすがだな。さすがですね。腕衰えてないな。よかった、安心した。これはね、なんかあつきが、まあ、半年ぐらいちょっと休んでて、はいはい、久しぶりにギノガルフに来た時に出た言葉なんですけど、はい、ちょうどね WBC、うん、これからやるって時だったかな、はいはいはい、でカレンとあつきにその WBC の略を何の略だと思いますかっていうふうに聞いた時に出した答えです。あ、なるほど、はいはい、ウィークリーベストベストチャット今週の一番いいチャットみたいなね、キレがいいですね、うん、ウィークリーベストチャットこの辺はすごいね。すごいですね。心これ初めて聞いた、この WB のやつ初めて聞いた。いや、前聞きました。すごいよな。すごいな、うん、普通に出てこないというか、出てこないよなだとしても WBC 他のワードが出てくると思うんですけど、ウィークリーから始まりましたから最初のウィークリーがなかなか出てこないと思うんだね。そうですね、はい、ということで、以上ノミネート作品、はい、出揃いました、はい、改めて振り返りましょう、1番目が1週間、うんうん、まあ、これも厚木ですね、はい、そして2つ目、魔法の言葉、はいはい、心、ね、言葉ですね、3つ目がペイペイ、はい、のどか、赤外線通信のどかですね、4番目がマイメロ、うん、宮さんの度胸があるマイメロです、はい、じゃあ5番目が重大発表、はい、もうこれある意味カレンですね、これはね、はい、で6つ目が WBC、
敦貴ですね。はい、はい、ということでこの中からどれが今年一番インパクトがあったのかということをぜひ、皆さんの、ちょっと投票といいますか、そうです、ね、どれが良かったかぜひ送っていただければと思います、はい、これをもとに我々で総合して、はい、決めたいと思いますので、はい、今からまた CM ね行きますので、どれが良かったかぜひちゃんとツイキャスでコメントお寄せいただければと思います。ということででは一旦 CM です。ギノガルフ。こんばんは、 OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれなんだっけ、かなさん、ギノガルフです。そうギノガルフ、生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか？え、なんかって何ですか？時間ないのでもういいです。ギノガルフ、聞いてください。心さん、バッチリです。いざワンチューチャー。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないないこんな、だから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うんうん、アブ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 。ギノガルフ。はい、ギノガルフをお届けしております。新沼謙治さんがすごいの作ってきてたんで。そうね、これ宮平牛乳を拡大サイズみたいなのをね、電飾入れて作ってきてたんですよ。これすごくない？いやこれね、 OBP のライブにも持ってきてたんでそう、めっちゃ目立ってましたよ。ダーウィンがかかるたびにこれがなんか目立つっていう、ね、いやすごいですよ、これクオリティ高いです ね。はい、ありがとうございました。ちょっとお返ししてきます。はい、はい、繋いでください。はい宮平牛乳からの。でもいやすごいですね、うん、これ何日かかったんですか？あ、何日っていうかどのぐらいかかったんですか作るの？聞こえてない何日？2時間ぐらい。2時間ぐらいです、すごいね。すごい器用ですね。のっぽさん、できるかな。はい、はい、1000円かからないで2時間でできたそうです。はい、すごいですね。さあ、ということで、どうしましょうか。はい、もう一度いきますか。あ、いや、あ、すいません、後提供ね、ごめんなさい。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。さあ、ということで、はい、どうしましょうか。もうちょっと今ツイキャス見ながら、はい、あ、心可愛いからどうでもいいかが、心可愛いからいいかなるほどね、WBC、あつき、あつき1週間、うん、ウィークリー、うん、どうでしょうね。どうしますか。いやこれはもうペーペー今これをツイキャスざっと見ながら、うん、カンナさんが大賞を決めましょうか、うん、そうですね、わ、うん、かりました、じゃあ決めます、発表します。ギノガルフ2023インパクト大賞は1週間です。やっぱコロナだ。そうね、しっかりな。まあ、厚木は2作品もね、そうなんです、だからノミネートもされてますしね、まあ、合わせ技1本かなという。なるほどなるほど。でなんか別バージョンも、あ、実はねその1週間の、うん、まあ、さっきの音源なんですけど、はい、行った後にもう1回ちょっと神田さんが、うんうん、ちょっとヒントを与えるからといってもう一回チャンスを与えて、それも出せる？ちょっと今準備します。うん、1週間っていうのをちょっと間に合えば、はい、はい、行きます。はい、じゃあ行きましょう。別バージョンも聞いてください、はい、どうぞ。
回行きましょうか。はい、じゃあお願いします。サンデー、サンデー、サンデー、ガンデー、ガンデーワンデー、ワンデーサンデー、サンデー、もう一回出てきたよ。はい、いいよいいよ。で、ツーデー、ツーデー、あと二つ、スリーデー、スリーデー、ファイブデー、ファイブデー、マスターファイブデー、えい、ふざけさーこれね、特徴なんです。順番でいかなくて、はい、1個飛ばしたら方が当たるんじゃないかということで、3デーからの5デー。もうそもそもだからな。でもこれね、実はもう1個、僕のおまけ放送のツイキャスで、カンナクリのツイキャスのアーカイブで、アツキとカレンが2人残った時も、はい、もう1回1週間やってるんで、うんうん、その時は、オクトパスっていうのが出てきてます。言ってた。言ってましたね。だから、もう、総合で対象ということにさせていただきま す、ね、はい、おめでとうございます。あつき、いいのチョイス、ね、あ、はい、じゃあ心が ね、いいのチョイスしてくれましたね、うん、はい、あつきには何か差し上げたいと思います。さあ、ということで、もう今年最後の放送ですけど、心、9月から入ってどうでしたか。ああ、なんかあっという間ですね。どうね、もう3ヶ月経ちましたけど、なんか寂しいですね。何が、いやいやいや、え、やめるの。え、やめないですけど。やめないでよ。なんか年末の雰囲気苦手なんですよね。あ、ちょっと寂しい感じが、うん、寂しい感じ。なるほど、そうですか。まあでもね、年明けて、またあ、来週はギノガルフお休みですので、はい、その2週間後ですね、またお会いしたいと思います。そうですね、1月9日ですかね、はい、はい、となります。というところでお時間です。お相手は神田国広と伊波優作と心でした。皆さん、また、再来週お会いいたしましょう。それでは皆さん、良いお年を。良いお年を。はい、ということで終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わりましたね。そうですね、はい、いや確かに厚木でも、うん、去年大賞取った時、おととしか、うん、去年なんですか。去年はカレンなんか、ああ、そうか、あ、朝飯前とかそんな感じ、ちょっと忘れました。ちょっと、おととしは掛け算の副業ですね。うん、そうか、そうか、で、やっぱ強いですね。強い、はい、うん、じゃあまた再来週ということで。あ、そうですね、はい、東大将が老若男女、ああ、なるほど、2人で言えなかったやつだ。そうそうカレンも言えなくて、俺さんも言えないで、言えなくて、全然言えなかったやつ、老若男女がね、はい、はい、ました。はい、ということで、じゃあ再来週ですね。はい、ということで皆さん、では良いお年を。良いお年を。